5年前、数百年の間圧政を敷いていたアーカディア帝国はクーデターによって滅ぼされた。それを成し遂げたのはたった一機の漆黒の気流。その正体は今も謎のまま。人々は恐れと敬意を込めてそのドラグナイトをこう呼んだ。黒き英雄と。これは最弱と呼ばれた一人の少年の物語。テレビアニメ最弱無敗のバハムート、2016年1月より放送開始。